北陸新幹線で試験走行が実施されます。鉄道運輸機構は北陸新幹線の延伸区間である金沢から鶴ヶ間の車両走行試験を実施すると発表しました。北陸新幹線には金沢から鶴ヶ間の延伸計画があり準備が進められています。試験走行は9月23日から12月9日まで実施され、 E926 型 ES とアイお及び W7 系によって夜間に一往復程度運転されるということです。北陸新幹線の金沢から鶴ヶ間の開業は2024年3月頃の予定です。現在、金沢から鶴ヶ間の約 125km が線路でつながっています。鶴ヶから 福井や京都などを通り、新大阪まで結ぶ計画もあります。鶴ヶまでの開業は来年3月頃の予定です。これで7月31日の K.A.B. ムービーズを終わります。